はい、これからですね、戸沢出会いの駐車場の林道のですね、模様をお届けできればと思っております。結構険しい林道と聞いているので、この車のサイズで行けるか、ちょっとアタックしてみたいと思います。ダメだったら引き返しますし、通行止めだったらもちろん U ターンですね、ちょっと行ってみないと分かんないので、これから、突撃してみたいと思います。Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. They saw all the rumors you be claiming in school. I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away. Yeah.
Yeah, my light is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm sick. Breaking rules, dangerous path that I follow. ありがとうございます。すいません。行くだけちょっと行ってみます。ダメだったら戻って。バックですか？切り返すとこないと思う。あそこ見て。そうっすね。無理でしょ。今車入ってるから。あの白いとこですか？白い車のとこですか？難しい。こっちには入ってくれないから。あ、そうなんですか。あの駐車場、車の駐車場あたりのところとかに止めれればいいかなと思ってるんですよね。いやー、切り返せないでしょ。切り返せないですかね。こっちの白いとこは入れないから、空いてるとこは。あ、はい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 、はい、狭くて入れない、こんだけの幅は。で、多分今白い車が坂のとこに1台あるから、あれのせいで多分入れないと思う。はい、あ、本当ですか。この幅じゃ。ああ、もし見に行くんだろ、ここに車置いて見に行く。あ、いいですか。あ、じゃあちょっと置かせてもらいます。ちょっと到着したんですけど、車が入れるかどうかわからないと、あそこの小屋のお父さん方に言われたので、今歩いて見に行っています。いいとこっすね。もう期待がいい意味で外れたというか。どうかな、なんか区画が整理されてて車が入れないところがあるみたいなんですね。一番広いところは入れないみたいなんで、車は向こうに止めるようなという感じなんですけども、行けちゃいそうな感じしますけどね。どうかな。お父さん方にはね、切り返せないんじゃないかって言われたんですけど、多分突っ込めるから。あ、いいじゃん、空いてるじゃん。あそこに行けちゃうな。鉄からバックしていって、あ、このランプルか。
この幅でいけるか。おっ、意外といけるな。入っちゃうんだよね。何や、あれか、あ、まあ、サクジーは、あ、サクジーだよね。そこに止めた、サクジーに止めて、こっち来ればいいじゃないの。僕はあの荷物とか、テントとか持ってないんですよ。ああ、そうか。はい。じゃあ、あれでは。車の中でタープ張ってなんで、だから。いや、水もあるから、あそこに水もあるから、あそこに止まればいいじゃん。いや、ね、せっかくここ来たから、ここに止めさせてくださいよ。だってここ来たって言ってさ、ここは水ないんだから。そうそう、あのだから夕方ぐらいになったら、多分入れ替わると思うんで、その時それまであのお茶屋さんで いてもいいんですか、あそこ。あの上のお茶屋さんに行っても。どこの。あそこ、あそこの休憩所に。行ってお茶でも何でももらって飲めばいいよ。はいはい。ね、注文したら作ってくれた。ね、なんてね、もう、そこは誰か住んでるんですか、あそこは。いや、うちで、これ俺らの小屋なんだ。あ、そうなんですか。うん、あ、今日草刈りに来たんだけど。はい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 。草が、ひもがなくなっちゃってよ。ああ。買ってきてあるんだけど、どこ行ったか分かんないんだって。だからもう、閉じまつけてみる。なるほど、なるほど。うん、そっか。草ぼうぼだとね、今日もこの入り口に前に2台止めちゃってさ、何もできないですよね。そうそうそう、止められちゃったらだからね、困るんだよ。はいはい。ロープ張ってもね、止めちゃうんだ、そこに。あ、入れないから。ああ、なるほど。うん、あ、じゃあ今日はこれ空いた方なんですか、朝、午前中よりかは。午前中よりか空いてる。あ、うん、あとやっぱ人気なんですね。だからね、あのほら、ああいう道路パターンに止めるなっていうのはそこなんで。はいはいはい。ね。そう。出入りできなくなっちゃう。出入りできなくなっちゃう。また1台来ましたね。うん。もう止めるとこないよな。もうね、あとはもうずっと下だよな。ああ、そうですよね。うん。なるほど、なるほど。今来るやつはみんな止まりでしょ、これ。ああ。うん。そうなんですね。優しいお父さんが場所をかけてくれたので、そっちに置きたいと思います。ありがとう、関小屋。
ありがとうございます。どうなんだろう、紹介していいのかどうなのか、多分これ動画編集するときにここの後に、ここを管理されてるというかこのエリアを守ってる方たちがいて、ちょっとその方たちからお話が聞けたんですね。で、まあ、ここに来られる方たちでやっぱりこうルールを守ってくれない人たちがすごい多くて非常に困ってるっていう、もう70前後ぐらいのおじいちゃんが何人かで組合として守ってる場所らしいんですね。でまたね、山小屋があって途中に、でそこで僕の車ね、ちょっと大きいサイズなんで、もういやその車ちょっと入れないなみたいな、今駐車場いっぱいだからとか、ちょっとここで休んでけ、小屋で休んでけみたいな感じで、非常に温かく声をかけていただいた、そんな組合の方たちだったので、だから、まあ、そのね、お礼じゃないですけど、一人でもこの動画を見てくれた人がここの駐車場でのルールっていうのをですね、守ってもらえたらいいかなと思います。家の前の駐車場止められたらたまんないですよね。本当だ、前だからね、どうしようもんで、入れるったってお客さん入れたくたって入れねえんだ、はいはいはい、だ誰か止め、あ、結局上がってきて初めて分かったって感じですか。そうそうそう、あ、だから土日はね、もうね、必ず入るんだよね。 あれロープ外して入ってくるんだよ。そうなんです、ね、それで知らんふりして出ていっちゃう。中に入ってきちゃうんですか。うんうん、はあ、なかなかずずしいですね、うん、それもね。ね、入るの入っていいから、あそこにポール立ってんだから、そこに、ね、300円なら300円入れてくれりゃいいんだ。そうでね、タダで出行くやった。はいはい、うん。お金入れる箱が下にあるんですか。そうそう、白いポールあるでしょ。はい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 、はい。あれと下にね、あ、黄色いポールがあるんですよ。その中にね、300円入れてくださいってもう書いてるんだけど、ね、入れないんだよね。あ、300円、ね、うん、もったいないんだったらこのとこ来るなっていうの。そうですよね。ね、よそ行きはね、駐車料金取られるんだから、はい、1000円もそこらも取られるんだからね。うん、そうですよね、こんなね、綺麗な場所で。これはね、なんで取るかって、あれするかって言ったらさ、はい、このトイレのね、くみ取りがあるんだよ。はい、はい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 、はい、うん、それにもうね、何万もかかるんだ、3万も4万もかかるんだ。あ、これはだって自由に使っちゃうトイレですよね。そうそうそう、でもね、ほら、うちも水出ないから、はい、今詰まってると思うの。はいはい、だからね、一、はい、人じゃできないからさ、うん、だから水出しに、ね、行きたいんだけど、一、はい、人じゃできないしさ、うん、人手が必要ですよね。うん、最低2人いないとね、はい、で途中でゴミ入ったりするホースなんか入って詰まっちゃうでしょ、うん、はい、だからそういうのも全部点検しないといけないしさ、一人じゃもう全然できないんだよ、うん、まあ、要は管理費に当ててるわけですからね、そういうのをね、管理していただいて ね、 ね、もう 3万も4万も取るんだよね。そこの上のほら、ね、そこもトイレあるの。機動隊の、うん、機動隊のね、はいはいはい、うん、それと一緒にほら役所に電話すると取りに来るんだよ、はい、うん、そういう金を出すのにこれやってるわけさ、はい、でみんなタダだと思っちゃってるから、うん、うん、ただの駐車場どこ行ったってあれやしないんだから。ないない、ね、そうですよね、うん、やっぱりね、そういうのを守ってもらわないとここも使えなくなっちゃいますもんね。そうそうそう、だからもうあそこに鎖かけられたらもう入れないからね。はいはい、うん、そうですよね、うん、道路は直さなきゃいけないでしょ、うん、台風来たらこの間直したんだけどダメなんだよ。あ、ほら横にあれがないから沢に入ってくる水ないから、みんな道路流れちゃうから、でみんな掘れちゃうわけ。あ、うん、看板は立ってるわけですもんね。そうだからね、
ちゃんと看板読まないんだよみんな。うん、ただとただだろうっていうね、う頭だねみんな。ね。うん。黙ってても払う人払ってくんだよね。ああ、うん。じゃあ知ってる方はちゃんとやられてるんですね。僕も今日初めて来たんですけど、うん、ここの下の駐車場でお金払うっていうのを初めて聞いて、さっき聞いて初めて知ったんですよ。うんうん、皆さんは分かってても払わないんだよね。うん、だからもうトイレの掃除したくたってね、うん、みんな我々の手で掃除しなくちゃいけないんだから。そうですよね。うん、だから本当に困るよ。そういうの分かんないでくるからな。まだ堤防行ってる、危ないな。堤防。ああそこね、うん。あそこに行っちゃダメだって言ってんだよ。あれ怒って死んだんだからね。ああ、そう。何人かいるんですか。女の人怒って死んだ。最近ですか。もうね。もう死ぬぐらいになるかな。ああ。テント張ってたね、女の子。女の人2人で来て、1人怒っちゃって夜中。なんだろうな、こんな山の中に救急車、消防車来て、なんだろうなと思ったら、何も。あの下って、ものすごい深いんだよ。だから、おまりが、救急隊が来ても、ザイル届かないんだよ。うわ、そんな深いんですか。そう。それで、下から降りて、はい、うん、で、川沿いに上がっていって、朝までかかったんでね。本当ですか。うん、夜中に落っこっちゃったんですか。そう、夜中に。何しあんなとこ行ったんだか、夜中ね。もうそれからね、ロープかけてたんだよね。おまわりが来た。ピーンと。そしたら、そのロープみんなもう、あれしちゃうんだ。いだだらして、もう外しちゃうでしょ。あ、ね、だから困るの。ほんと深いんだよ、学校ね。そうですよね。僕もね、写真か何かで見たんですけど、何もないですもんね、柵がね。そうそう。それは危ない。あれロープ張ってね、はい、あれや園庭に上がらないようにって看板あったんだよ。ああ、うん。みんなもよね、いやもういたずらするんだよね。山来てはいたずらするんだ。ねえ。だってこの前取ってきた薪をね、はい、薪持ってかれちゃったんですか。僕持って行っちゃうんだよな。本当悪いよ。それはひどいですね。待って、そこに積んどくとさ、はい、もう家族で来て持ってくんだもん。それでもダメだってことで、中にね、お風呂場あったんだけど、お風呂場壊して、はい、そこに薪入れるにしたの。うわ、来るとぐっすり寝んだもんね。あ、そうですか。うん、なんだろうなと思ってさ。むすっとですね、それ完全に。だからね、もう行けば、あっこ行けば薪あるんだっていう感じでしょ。ああ、うん、なるほどなるほど。うん、もう来るたびにも少なくなっちゃうの。ね、生活で使うための薪なんですよね。そうそう。だからね、我々の生活のね、場のものを使っちゃ困るっていうのはそこなんだよね。うん、そうですよね。来るのはいいんだよ。ね、そういうルールをね、そうそうそう、守らないって、うん、ね、当たり前のことですもんね、うん、薪を持ってかないっていうのはね。そうそうそう。だからね、もう火炊いていいんだけど、うん、片付けていってくれればいいんだけど、あ、うん、やりっぱなし、ゴミも置きっぱなしで帰る人いるんだよ。あ、困っちゃうんだな。持って帰ったのと思ったら林道で捨てていくんでしょ、ビールに入れたやつ。いや、それはどうしてそういうことするんかなと思って。もうね、2年がそこらにね、前まではもう車から洗濯機からお前暖炉からいっぱい投げてたんだよ。この沢に皆を捨てていくんだもん。うわ、心ないです ね、 ね。ほんとね、そういうこと続いちゃうと立ち入り禁止になっちゃうんですよね。そう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 。もう洗濯機だもんね。ね、それおまけの果てに今度はナンバーのね、車でしょ。ね、ナンバーのね、車も。そうそうそう。あ、だから困る。そうそう、ね。でもうその車あげるとやって、ね、あの、ウインチのついたレンボでなきゃあげられないでしょ。そうですよね。うん、だって入らないんじゃないですか、ユンボなんて。ね、本当にもう。焼きの網とかも。そのまんま置いてありましたもんね。そうそうそう、瓦とかに、ね、だからね、皆さん持ってってくれって言うんだけどね、
どうせ車に積んできたんなら帰りだんな、みんな軽くなるでしょ。そうそう、持って帰れって話ですよ、ね、んなもんね、もそれ置いてくんだから。なんでそういうことするんかなと思って、うん、うちの一輪車をここに置いてたでしょ、はいはい、そうしたらね、台車、あの台車ないんだよ、はいはい、そうしたらボロボロでそこに置いていってんの。で新しいやつ持っていっちゃってんの、まあ、どうしようもないよ、うん、ですかね、腹立つよね。どうもありがとうございました。お世話になりました。またお伺いします。ありがとうございます。ありがとうございます。Was mine, nothing to deny. Who's that other guy? Are you wasting my time? All these crazy fears that end with bloody tears. Oh baby, we keep repping long nights. Rock your body whole life. Don't bother the world side. Twerk it like a Vegas stripper, darling. Money stage mine. Billions in the cage fight. Fuck their thoughts and get high and get high. Sometimes alright, favorites are we right. Life is all about time. Feeling like the world is beyond our sight. It's all about the mind. We'll be doing fine. It's alright. It's all right. Feeling like the world beyond our sight. It's all about the mind. The mind. The mind.
getting older. I got all the time. Would you pour some wine for me? Smile for me, and I grind on me, yeah. We keep prepping long nights. Rock your body whole life. Don't bother the world side. Twerk it like a Vegas stripper. Dollar money stage mine. Billions in the cage fight. Fuck that thoughts and get high.今回の動画はですね、戸沢出会い駐車場までの林道のですね、模様をお送りさせていただきました。上の戸沢出会い駐車場は、あそこは無料ではなくて300円、かかるそうです。で、あの辺のエリアをですね、守られてる組合の方たちがいて、その方たちから話を聞いたんですけども、そこであのいただいた300円、駐車代300円を使って、無料トイレのですね、汲み取りの費用であったりだとか、林
橋の補修工事に当てているそうですので、ぜひあのご利用される方はあの300円をですね、貯金箱みたいな徴収箱がありますので、そこにですね、チャリンチャリンと入れていただけると、今後もですねあの場所がすごい快適に使えるのではないかなと思います。以上、東山駐車場までの林道でした。もしこのチャンネルが良かったらチャンネル登録の方お願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。本編も、引き続きご覧ください。お願いいたします。